中本白秋のペンチ講座、ここでは、私たちが利用してます全書芸の学生版2月号の、小学校3年生の、書き方について解説をします。2月号はお父さんが作ってくれた竹馬ですね。まずこのお手本をよく見ていただいて、ちょっと見ていただきますとね、「お」っていう字はですね、こう右寄りすぎたのと、文字がこう傾いて見えますね。こう縦画、こんなに皆さん書くとこういうふうに書かないでくださいね。縦画はもう少し左から、縦画をまっすぐ下ろしてください。で、このように書きましょう。はい。「と」っていう字はですね、ここのとここう下ろしますと、こんな突きで、こちらに出てしまいますと、「と」のですね、ここの面積が大きくなって、ちょっと文字のバランスが悪くなりますので、これも後で解説しますね。この「お」はちょっとまずいですね。これもまずいですね。まあ「う」はこれでいいでしょう。「さ」はですね、ちょっと左寄りすぎました。もう少しですね、こう起きて、この点画はこの辺で受けるんですよ。これはいいですね。「か」はですね、この中心に対してもっとこちらへ書いてください。このように書いてくださいね。はい。「作る」っていう字もですね、縦画はこの先生は少しこう傾く傾向がありますね。縦画は素直にまっすぐに下ろしてくださいね。はい。次、作ってくれた竹馬ですね。つっていう字はですね、ちょっと右行き過ぎです。下の字のバランス、文字はこの辺りにこう書くわけですから、つはですね、このように書いてくださいね。そうするとこう自然の流れが出ます。くれた竹馬。はい、あとはこんな感じでいいですね。竹、はい、はい、馬もこれでいいでしょう。では、ちょっと私の方でアドバイスしたところをちょっと書いてみますね。はい、「お」っていう字はこう書いて、こうまっすぐにしましょう。で、この辺りって言うんですね。この延長上と交わる、この辺り点を打ってくださいね。で、とはですね、こちらのお手本真似て書きますと、とこう書いてますね。こうして、こんな書き方してますね。そうするとですね、心がこう広くなってだらしなくなります。とっていう字はこう来て、こうして、下をですね、こう短く書くんです。こういうバランスを書く。そうすると、ここの面積が狭くて切れてしまった感じになります。もう一度書きますね。こう書いて、こうして、こう、きれいにこう対称になるように、ここをまっすぐ、ここまっすぐ、ここはこう開くぐらいの感じに書いてください。あと、作ろうっていう字も素直にですね、こうして縦画はまっすぐ下に引いてください。こうね、こうして、こうして、まっすぐ。作るって、ここにこう右側入れますから、人偏にもこう下がっても構わない。このように書いた方が美しく見えます。あとは、通の位置を気をつけて、皆さん、白秋会では勉強してくださいね。以上、3年生のお父さんが作ってくれた竹馬の美しい書き方についての説明はこれで終わります。